です。おせっかいだったり厳しかったり優しかったりするくせに、他人行儀だったり臆病だったり冷たかったりする。でもまあ、異様に暇だったり心がどうにも落ち着かなくなっちゃったりした時も、遠慮なく呼び出してくれていいからね。私ハルキのお望みの証しが相手する。親友でも悪友でも、それでもそんなに頑張ったのに誰も喜んでくれる人がいないとか、そんな寂しいこと言うなよ。この国に、私の居場所はないんだよ、もう。